どうも PDR さんです今日は龍が如くで有名な驚いた強いなあんた朝倉くる氏についての動画です単体で取り上げるのは初めてじゃない多分ということで是非高評価お願いします我らのくるくるちゃんは MA プロモーションズというタレント事務所を運営しております賢いなぁ 相棒も事務所立ち上げたらいいのに。他の人間と関わりたくない。いいビジネスできると思うよ。あとタレントの炎上の尻拭いとかやだし。なんで炎上する前提なんだよ。で、事務所のウェブサイトを開くと、NFT の情報商材を売ってそうな感じしますが、相棒。 タレントはちゃんといますのでご安心ください。いや別に心配してなかったし。そのタレントの一人が先日くるくる氏のセカちゃんに出演しました。新しく MA プロモーションに入った小学生が可愛すぎる。小学生何びっくりしてるんだよ。芸能界でも YouTube でも生まれた時からお金儲けの道具として使われてる子供たくさんいるじゃん。まあそうだけどさ、小学生って。 去年ベビーシーのために買ったこちらのベビーブックの最後のページに赤ちゃんモデル大募集中オーディションはありません3歳未満のお子様であればどなたでも登録できますうわぁはいでこちらの動画では小学5年生11歳のタレントに対してくるくるしと事務所のスタッフがひたすら大物女優になるかわいい身長高いかわいい足長いかわいいと 褒めちぎりますまあタレントの宣伝だからね好きな子はいますかいないですいや聞くなしおおもうすでに訓練されとるかわいすぎて心配俺たちが守らないとそんなにかわいいのうんかわいいと思うベビーシーとどっちがベビーシー彼女は確かにかわいいと思うけど神と人間を比べるのはフェアじゃないからなんか親バカに拍車かかってない彼女 TikTok でバズりそうなので彼女の TikTok 解説しましたわあ 危ない人が全く潜んでない TikTok だったら安心だね。 で動画がが進むにつれななんか見てるるこっちが気まずくクルクル氏は子供と接することあんまりないんだろうなっていう感じはしますがまあそれは仕方ないとしてカメラの後ろにいる人たちが彼女が息するたびにかわいいかわいいとか言いまくってて彼女もちょっと反応に困ってますねそりゃ大人たちに囲まれたらどんな11歳も萎縮しちゃうでしょうそして問題のシーン今 一番欲しいものは何ですか乾燥肌なんですけど、乾燥肌用のファンデーション。すぐ買うわ。はぁ。パパツする人の気持ちがわかった。はいパパカツする人の気持ちがわかった。What the fuck did you just say? パパツする人の気持ちがわかった。さっきはこの子を守らなきゃいけないとか言ってたけど、まずはやばい発言をする事務所のトップから守らなきゃいけないじゃん。パパカツとは、20代から30代の女性がパパと呼ばれる中年男性と食事やデートあるいは大人の 体の関係を持つことで、見返りとしてお手当と呼ばれる金銭を受け取る活動のことを意味する表現。11歳の子に言うことじゃねえだろうこのシーンをミーメイ氏に見せたら、キモい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 と言いながら部屋を去りました。正しい反応。朝倉氏は多分冗談で言ったんだと思いますけど、冗談だとしてもそれは、でも、お前が言った通り、事務所のトップが 11歳のタレントの前で言うことじゃないですよね。うん、さらに問題だと思ったのが、こちら動画じゃないですか。うん。カットしようと思わなかったの確かに。何が欲しいファンデーションすぐ買うわカット ともしくはそこのくだりを全部カット誰もあの発言が問題だと思わなかったからカットしなかったのかなそれかトップの人に誰も意見ができない。エピソード1のジョージ・ルーカス状態。このキモい発言に対してクルクル氏の大親友の柴田が朝倉未来が女子小学生を動画で紹介、キモという動画を出しました。その通りすぎるタイトル。率直に言います。 気持ちが悪い。動画をそこで終わらせても問題ないと思う。私、娘がいるんですけど、親になってからロリコンと呼ばれる人たちがものすごく気持ち悪く思うようになりました。いや、子供いなくてもそう思えよ。娘ができてから、ロリで抜くことがなくなりまして、<laughs> 誰も聞いてねえよ最近は若い AV 女優を見ると、色々心配になっちゃう。あの、 朝倉市の話、はよ。朝倉の動画で大人が集まってひたすら小5女子に、かわいいねーかわいいねーかわいいねーと連呼するのがめちゃめちゃ気持ち悪い。かわいいかわいいばっか連呼して彼女に、私はルックス以外の価値ないんだっていうコンプレックスでも植え付けたいのかな。そんなに深く考えてるわけねえだろ。必勝 必死っしょ小さな子供を使って金儲けをするんじゃない同感でも残念ながら、それが芸能界ってやつよ。何かあった時責任取れんのか子供を芸能プロダクションとかに入れる親の気が知れない。うん。 わかる。PDR さんも娘を絶対にこういう芸能プロダクションに入れたくないですね。で、勝手な偏見ですけど、PDR さんが思う子供を芸能プロダクションに入れようとする親は大きく分けて3タイプいます。1、自分の破れた夢を子供に押し付ける親。2、Here comes the money! money, 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 money. 3! 芸能界の闇や裏事情に無知。一人の父親の目線から見て、あの朝倉みくるの動画はさすがにないな、キモいな、と思いました。ここまで柴田に共感できたの初めてかも。柴田の動画に対して、くるくる氏がアンサーいや、くるくる氏のマネージャーが、今はマネージャーも YouTube をやる時代か。柴田さんが投稿した動画と、事務所の今後の方針について、という動画でアンサー。 柴田さんの動画でクリエイターに対する侮辱発言がありました。キモいとかキッショとかちょっと言い過ぎたかもしれないけど、正論を侮辱発言として捉えるのは、ゆきやかよ思うことがあるのであれば、直接ミクルさんに電話するか、会社にメールすればいいと思います。わざわざミクルさんや事務所を侮辱する動画を出すのはどうなのかと。YouTube 上のことは動画でアンサーするのが YouTuber でしょう。収益欲しいし。それにこの人もメールじゃなくて動画でアンサーしてるじゃん。それは ああ柴田さんへの最終警告とこの件を例として今後の注意喚起のためあとがっつり広告ついてるから彼女も収益欲しかったんですかね柴田さんの動画が小5女子のタレントにとってストレスになるってことを考えてないんですかはこいつ何言ってんのねえそもそも柴田が動画を出したのはあなた方が公開セクハラみたいな動画を出したからでしょう子供を使ってお金を稼ぐなとかいう発言もありましたが事実です そもそもクリエイターにもしっかりお金が入るように当たりめえだろ。事務所の取り分を少なくしてっていう風な契約にしておりますので。わあ、子供にちゃんとお金払ってるんだってそこじゃねえよ事務所の取り分を少なくしてるの偉いねえ。とでも言ってほしいの子供たちを使ってお金儲けしてることに違いはないじゃん。クリエイターが10人ほど入る中、その中にも学生もいます。はぁ。 その子たちのストレスを最小限に抑えて楽しく自分のやりたいことができる環境を強化していくためにコメントですとか今回の柴田さんの動画とかもそうですけど侮辱発言、誹謗中傷は会社として訴えていく方針です。はぁこの人柴田の動画見たの 見たんじゃない柴田は子供タレントに対しての侮辱発言なんてしてないよねあくまで周りの大人たちとキモい発言をした事務所のトップを批判。じゃあなんなのこの論点ずらしは柴田の動画の主要部分に対して真っ向からアンサーしようとしたら勝ち目ないから、侮辱罪で訴えてやる作戦。 で、動画の残りは、事務所ではこういうことをしてタレントを応援していきますとか、ブラ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 なので、割愛させていただきます。で、柴田は、アンサーに対するアンサー。朝倉未来から、訴えられることになりました。柴田は、どうしよう。 裁判怖いよ。逮捕されちゃうのかな <laughs> これから裁判編再び突入です。結局マネージャーさん柴田にめっちゃいいネタを提供しただけじゃん。柴田は基本的にマネージャーさんの動画を正論でぶった切ります。 たった一人の配信者の批判に目くじら立つて,てプンプン怒って、訴えるぞとか裁判だとか言ってるようなやつだが、そもそもインフルエンサーはプロデュースなんかできんのか若い青二歳がこの業界はどういう業界とか何も知らんくせに、お前こそ目をキラキラさせて夢見てんじゃねえよ。そして、訴えられるもんなら訴えてみろ。不覚にも、ちょっとかっこいいと思ってしまった。 この動画を見てみんなはもう察したと思うんですけど、PDR さんは柴田サイドですね。そんなことを言う日が来るとは。<laughs> 11歳の子に対してあんな発言をする事務所のトップも、それをカットしない人たちもやばいと思いますけど、それを指摘した人に、訴えるぞって脅してくる事務所は、もっとヤバいです。どんだけ PR 下手なんだよ。 ぶっちゃけ柴田の動画無視してたら、柴田なんか言ってんな。で終わったかもしれないのに、このお粗末な論点ずらし動画のせいで、朝倉氏と事務所の株を下げる結果に、逆 PR になって、事務所に子供を入れる人が減るかも。グッジョブ。最後に、朝倉氏とマネージャーさん、訴えないでくださいかっこ悪じゃ。P。 R さんが DJ をするところみたいですか <laughs> 久々にエモナイトをやります。ひたすらポップパンクやエモソングを流すイベント。日時は3月15日の金曜日。時間は17時半から20時まで。場所はいつもの渋谷にある不眠遊戯ライオンでございます。入場料は1500円。みんな、PDR さんと一緒に、フォールアウトボーイを聞いて、昔の彼氏彼女を思い出して、ナッコ、ッ エンドスクリーンの白熊白象でございます。皆さんは今日取り上げたことについてどう思いましたか。ぜひ下のコメント欄でご意見をお聞かせください。いやー白熊白象もちっちゃい時に実は芸能プロダクションに入ってたんですよ。もしかしたらコカコーラの CM で白熊白象のこと見たかもしれないんですけど。とある撮影でみんな食べちゃってクビになっちゃった。ワファワファワフ,フ,ファ。いやーしかしあの時のディレクターめっちゃ美味しかった。 はあ、はあ、<laughs> <laughs> っ前回ったその前の動画をぜひぜひチェックしてくださいでは